やっとこの商品を見つけましたよ。これわかります？偏光レンズ。それからですね、後ろに映ってます10リットルの黒バケツです。もうだいぶですね、張り子も生まれてきてるんじゃないかと思いますが、特にですね、今年初めてメダカを増やそうとされている方、もしくは今からですね、やってみようかなっていう方に特に見てほしい内容となってます。それからですね、最初に出てきました偏光レンズですけれども、改良メダカやってる方はですね、ツイッターとかインスタで自慢のメダカの写真とか動画をですね上げたりとかされると思うんですけれども、それに一役買ってくれるアイテムとなってますので、よろしかったら最後までご覧になってみてください。いつも亀チャンネルをご覧いただきありがとうございます。こちらは前回作りました自作の網ですね。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。この前ですね、この網を作ってた最中にメダカのトラブルを発見したので、詳しい説明ができてなかったんで、今回少しお話ししたいと思います。1m×2m の長方形の網にですね、両サイドに園芸用の支柱をくくりつけたものです。この網はですね、両サイドにつきましたこの支柱が重しになってまして、網をピーンと張ってるような状態になってます。重りがないこの短手の方向のところはですね、洗濯バサミで留めることによって、風とかでですね、こんな風に網がですねずれた場合に水に入ってしまうんですよ。こうなった場合にメダカがこの上に乗ってしまう可能性があるので、これをですねピーンとさらにするために洗濯バサミで両方を留めてます。この網を何で作ったかというとですね、2メートル長さがありますから、このストロングタブだと4つ分カバーできるんですよ。それを網を1回でですね、こういう風な感じで開けたり閉めたりできるように作ってみました。では去年はですね、どうやってたかというのを説明すると、1つの容器に対して1枚の網を使って毎日こうやってですね1枚ずつかけてたんですけれども、これが結構な手間でですね、餌をやるたんびに外したりつけたりやってたんで、ほんと大変だったんですよ。これをちょっともうちょっと楽にしたいなって思いついたのがさっきの網なんですが、こんな感じでですね、風が吹いたりするとちょっと沈んでしまったりとかして、ちょっとちっちゃいメダカやったらですね、この網すり抜けて上に上がってくるんですよ。運の悪いメダカはですね、下に降りれずにですね、そこで干上がってしまうっていうこともありました。なのでやっぱり網はですね、ピーンと張った状態の方が安全だと考えてます。こちらは前回アップロードしました伝説のメダカ到着、しかし浮かれ気分が一転大変な事態が起こりましたですが、この時ですね、この大変な事態っていうのが、メダカが飛び上がってですね、水蓮の葉っぱに乗ってしまったんですよ。それで私ずっと気づかずにですね、5分以上その葉っぱの上に横たわっていてですね、私が気づいた時にはもう瀕死だったんですが、なんとか助かったというお話でした。それでですね、この網をピーンと張るだけではダメなんですよ。いくら網をピーンと張っててもですね、水面からこの網を張ってる面までの距離が短かったらですね、万が一メダカが跳ねて網の上に乗ってしまうことも考えられるんですよね。何を言ってるかって分かりましたかね。ここです。この水面から網を張る面までの高さ、この距離を取っておかないとメダカが万が一跳ねた場合ですね、網の上に乗ってしまう可能性があるということです。この容器はですね、このオーバーフローの網を張っているとこまでが大体の水位になるんですけれども、もし大雨が降るとかですね、そういったのが分かってたら、事前に水を少し減らしておくことをお勧めします。結構最近のゲリラ豪雨とかはですね、このオーバーフローをつけてても雨のこう溜まる速度が速いみたいで、結構この容器水がギリギリまで来ます。雨に関する注意事項はこれぐらいにしておきまして、次はですね、偏光レンズについて説明したいと思います。今この映像は偏光レンズなしです。これがいつも使ってるやつですね。だいぶくたびれてきてます。で、今からですね、その今の偏光レンズをつけてみたいと思いますが、これが今装着した状態ですね。レンズをですね、ゆっくり回していくと光の反射が変わっていくのがわかると思います。今多分一番いい状態かなっていうところですね。偏光レンズを外すとこれですね、こんな感じで結構ギラギラの状態になります。
今使ってるのが多分1500円から2000円ぐらいしたと思います。でですね、今回購入してきたのがこちら。こちらはですね、100均でおなじみのキャンドゥさんで売ってるものです。こちらが今まで使ってたやつ、右が新しく購入してきたやつですね。形はですね、だいたい似てるんです。こんな感じですね。こういうレンズキャップがついてるんですけど、これを外すとですね、多分ほぼ一緒です。一緒なんですけど、まあ性能がですね、まあ左が結構高いやつ、右がこちらが100円です。この性能がですね、どんな感じなのかなっていうのを試したいんですよね。万が一この100均の方が良かった場合、今までですね、私偏光レンズこれ2台目なんで2個買ってるんですけれども、多分4000円ぐらいは使っていると思いますが、今この映像は新しいのをつけてるんですけれども、こうやってですね調整していくと、これっていいんじゃないですか、もしかして。前使ってたやつはですね、カメラモードにすると蹴られがひどくて、蹴られっていうのはですね、画面の端に映る影のような映り込みのことですね。それがひどくてカメラでは映せなかったんですけれども、この新しいレンズはカメラでも蹴られが少なかったです。ちなみに私のこの撮影してるのは iPhone X です。もちろん機種によってですね、使える使えないっていうのがありますが、これ100円なんでですね、試してみる価値はあると思いますよ。いやー、これはですね、100円でこのクオリティは絶対買いですね。後半はですね、初心者さん必見、ハリコの育て方をお伝えしたいと思います。はい、それでは後半です。こちらのスイレン、この葉っぱがですね、前回メダカが乗ってしまった葉っぱなんですが、1週間経ってまたこんな感じで葉っぱがたくさん伸びてきてますので、ちょっと葉っぱを間引いていきたいと思います。間引く葉っぱなんですけれども、枯れた葉っぱはもちろん成長が良くない葉っぱですね、それから虫が食ってる葉っぱ、そういうのをですね優先してカットしていきます。やっぱ葉っぱがですね、重なってるところがないようにしておいた方がいいと思います。こんな感じでいいと思います。これだとですね、メダカを眺めることもできます。容器の中に雨を入れたくない場合があると思いますが、そういった場合にはこうやって上からすだれをかけるのも有効です。メダカを外で飼ってるとですね、結構天気予報を見ることが多くなると思うんですけれども、天気予報を見ながらですね、今日はどのぐらいの雨が降るのかなとかですね、大雨が降るんだったらちょっと考えないといけないと思うんですよね。普通レベルの雨だったらですね、全然中に入っても問題ないと思いますが、今ちょうどハリコとかですね、稚魚を育てているので、今から本当雨が気になりますよね。こちらのメダカが前回スイレンの葉っぱに乗ってしまった伝説の羅漢みゆきなんですけれども、どの子がやらかしたのかっていうのがもうわからないぐらい、みんな元気に泳いでくれてます。ほんとよく葉っぱの上でですね、5分以上も耐えてくれたと思いますよ。やっぱりこのメダカを育てられてたメダカ科先生のですね、闇の力が働いたんじゃないかなと思ってます。そうそう、このテトラさんからいただいた水温計、こちらがちょっと気になってたんですよね。最高気温が今の 22.5 度、最低気温が 18.4 度かな。これだとですね、もう張り子も外でいけるんじゃないかなと思います。ということで、ここに新しい水をですね、すでに準備してるんですけれども、あら、ダンゴムシがちょっと水没してますんで外に出しますね。この水はですね、水道水を汲み置きしてたものです。で、こちらなんですけれども、こちらもですね、キャンドゥさんで購入してきた10リットルのバケツです。なかなかこのですね、100均にバケツは売ってあるんですけれども、10リットルっていうのがなかなか見つからなくてですね、もう何年も探しててやっと手に入れました。別に10リットルにこだわらなくてもいいんですが、ずっと探してたんで、これが見つかった時には嬉しかったです。で、隣にですね、このグリーンウォーターができてますので、これを少し入れてあげるとですね、しばらくしたら隣のこの皿水も綺麗なグリーンウォーターになっていくと思います。最近ずっと天気がいいですから、グリーンウォーターあっという間にできますからね。
本当助かってます。でこのグリーンウォーターの容器にですね、今からこちらのメダカ鉢に入れてた産卵床をドボンしていこうかと思います。卵もですねぼちぼちついてるんで、これを卵をわざわざ取らずにですね、先ほどの容器に入れていきます。そうするとですね、ここの中で、張り子が帰ってくれると思います。この方法が一番楽ですよね。もうほんと放置でいいんですけれども、ただ一つ気がかりになるのはボウフラですね。それでは新しく購入してきたですね、この10リットルのバケツに水を溜めていくんですけれども、こちらはですねそれぞれうち改良メダカが数種類いますが、それぞれの産卵床を入れて育てていこうかと思います。今までですね卵は全部まとめてやってたんですけれども、こうやれば後から楽ですよね。たまにはビオトープも眺めてみましょうか。こちらのですね洞窟ビオトープ、とても順調にいってると思います。メダカたちもですねかなりいい体格になってきましたね。最近天気も良くてですね、たまに雨も降ってくれるので、ビオトープのこの植物たちの成長がですねとてもいい感じになってきてます。それではちょっと見てみましょうか。この陸地部分もう苔の状態が今とてもいいですね。そしてこのシダ植物とかもですね、新しい葉っぱが出てきてとても綺麗な状態になってます。いろんな草も生えてきててですね、本当雑草と言われるものも生えてるんですけれども、これもやっぱり自然感を出すには必要なものですので、そのままにしてます。この辺に植えてた鳳凰ゴケはどうですかね。ちょっとかなり傷んでましたからね。でもですねこれ諦めたらいけないんですよ。後からになって生えてくる可能性もまだ残ってます。さっき私稚魚とか張り子がもう外で育つんじゃないかと言ってたんですけれども、こちらの容器をご覧ください。よく見るとですね、この容器には、ブラックガオが入ってるんですけれども、よく見るとですねもう稚魚が泳いでました。ブラックガオは結構恥ずかしがり屋さんで、下の方に隠れてることが多いんですよ。であんまりこう餌もですねがっつくタイプじゃないので、多分この稚魚たちは生きていられたんだと思うんですが、びっくりしましたね。こんなにいつの間にか増えてて。こちらが午前中に産卵床を入れてた容器なんですけれども、もうすでに張り子が孵化して泳いでますね。こんな感じでですねやっぱ天気がいいと孵化しやすいですよね。これからですね、こうやって張り子もバンバン生まれてくると思うんですが、もう少ししたらジメジメした梅雨がやってくるじゃないですか。外でメダカを育てる方が多分圧倒的に成長はいいと思うんですよ。ただやっぱり梅雨時期となるとですね雨が心配になるじゃないですか。で私がですね今年やろうとしている飼育方法がこちらです。先ほど水を作ってたトロ舟の中に室内で張り子を育ててたこのスタッキングボックスを入れてみました。これどうでしょうか皆さん、いいと思いません？これやったら万が一朝晩にですね気温とか水温が急激な変化が起こった場合にも対応できるんじゃないかなと思います。バケツはこんな感じでですね産卵床をそれぞれ入れてます。でこのバケツとですね先ほどのスタッキングボックス、これから梅雨なんですけれども、万が一大雨が降るという風になった場合に、これだったらですねすぐに家の中に持っていけるんですよ。雨が続く場合でもこのまま室内でメダカ育てられますから、結構いいんじゃないかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。今年は去年までともう一つだけ違うものがあります。それは次回ですねお話したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。